皆さんこんにちは、ひろくまです。今回も動画をご視聴いただきありがとうございます。今回は岸田首相が就任100日を経過しました。この100日間で日本にとって一体何をしてきたのか、つまびらかにしたいと思います。そして何が一番問題なのかをご紹介いたします。それではこちら読売新聞の記事です。岸田首相就任100日、息つく間もなく駆け抜けてきた。そして夜には安倍元首相と会食という記事です。ということで、私は岸田政権が誕生してから親中政権と当初から批判をしてきました。そして動画のコメントで、いやいや岸田政権は親中ではありません、とりあえず就任100日を待つべきです、そして100日を経過したら批判すべきではないでしょうか、といったコメントもいただいておりました。そこで皆さんどうでしょうか。100日待っても何も変わらなかったというのが私の結論です。そして日本の国益にとって非常に深刻な問題を抱えております。それは最後にご説明いたします。ということで、もうですね、もう笑ってしまうような感じになるんですが、岸田首相は就任100日目を迎えた11日、去年の自民党総裁選や衆院選を列挙し、息つく間もなく駆け抜けてきたと振り返った。ということで、この人普段からあまり考えているような雰囲気はないんですが、まあとりあえず首相になると忙しいので、息つく間もないというのは当然だと思います。そしてですね、首相は新型コロナ対応や安全保障問題なども挙げ、目まぐるしく変わる国内外の情勢に機動的に対応しながら、スピード感を持って山積する課題に一つ一つ決断を下し対応してきたと述べました。スピード感を持ってですか。あれだけですね、外交的ボイコット、判断を遅らせてアメリカから不信感を持たれているんですが、岸田首相はそういった認識がないということになると思います。そして首相は同日夜、東京都内の日本料理店で安倍元首相と会食した。安倍氏との会食は首相就任後初めて、首相が呼びかけたという今後の政権運営をめぐり助言を求めたと見られます。ということで、これまではですね、麻生さんとは頻繁に会談されたり、会食を行っておりました。ところがですね、10月に就任して以後、安倍さんとは一回もなかったと。そして岸田首相が呼びかけたということは、ある意味助けてほしいということになると思います。で、おそらく今までは、安倍さんの言うことは一応耳には入れるが、影響力を持ってほしくないということで今まで会食はしてこなかったというのが、これを見るだけでもわかると思います。ですが今回わざわざ会食を行ったということは、何かしらの力を貸してほしいということの表れだと思います。そして米国では大統領就任後100日間を国民やマスコミとの関係を甘い新婚期に見立てて、ハネムーンとも呼ばれる。首相も今後、政権運営の真価が問われることになりそうだ。ということで、今までマスコミはですね、岸田首相に対してはずっと甘い対応をしております。それが変わるのかどうかも皆さん注目となります。私の予想では、おそらく変えることはできないんじゃないかと思います。そして、こちら産経新聞の記事です。首相と安倍氏、根強い隙間風、久々の会食ということで、隙間風があるのは当たり前なんじゃないかと思います。というのは、考えること考えること、世論とは別の方向へ行っていて、その対策のためコロコロ変えておりますので、安倍さんを頼らないようにしているんですが、結局最後はうまくいかなくなって、安倍さんに助けに求めに行くというような感じになってる気がしています。で、今回ですね、会食した理由の一つとして、保守層に強固な支持を持つ安倍氏の協力は欠かせないと。で、自民党というのは常に独自の世論調査というのを行っております。で、これはそうそうない情報ですが、現在岸田首相に対する保守層の支持というのはガタ落ちしております。なのに、
内閣支持率は高いということになっておりますので、もしですねマスコミが岸田首相に対して評価を反転させて叩くようなことになってきますと、内閣支持率はこの岩盤と言われる保守層がいないのでガクンと急落するのは分かりきっていることになります。だから保守層の支持が欲しい、なので安倍さんに協力をお願いするということになります。そしてだが足元では首相と安倍氏のズレも浮き彫りになり、不安要素も漂う。そして今回の会食では外交や拉致問題、皇位継承などについて意見を交わしたそうです。そして昨年12月の安倍派のパーティーで首相は、最大派閥が勢いを増すことは安定という意味で重要だ、岸田内閣をど真ん中で支えてくれ大変ありがたいと蜜月をアピールしておりました。そして首相と安倍氏は共に党内主流派の実力者、参院選の勝利はそれぞれの求心力の維持に不可欠だということになりますが、一部では保守派の高市さんを外す動きがありますので、安倍派というのは非主流と呼ばれることもあります。そして一方で外交や経済などで首相と安倍氏の隙間風も目立ってきた。安倍氏は2月の北京冬季五輪の外交的ボイコットについて、中国に対する政治的メッセージは日本がリーダーシップを取るべきだ、時を稼いでどういう利益があるのかということをですね、この12月13日にテレビで発言しておりました。で、岸田首相はまだ外交ボイコットをこの段階で発表しておらず、結局発表したのは12月24日です。で、これもですね、12月23日に岸田首相は安倍さんと会って、で、その翌日にようやく発表したと。なので党内には対応が遅すぎたとの不満がくすぶっております。そして安倍氏は周囲にアジアのリーダーとしての信頼を損なうことになると語って危機感を強めておりました。で、おそらく岸田首相の中にはアジアとしてリーダーシップを発揮するという感覚がまだないみたいです。なのでですね、岸田首相は世論の顔色と中国の顔色、これを気にしてですね、ずっと対応が遅れてきたと。で、先ほどこちらスピード感を持ってと自己評価しておりましたが、世論的には全然遅いなということになります。そして経済政策でも両氏の路線の違いは鮮明で、この日の会食でも話題に上ったそうです。これは安倍氏は積極的な財政出動を求める財政政策検討本部の最高顧問に就任、一方で首相は総裁直轄の財政健全化推進本部で財政再建に向けた議論を指示したということで、結局岸田首相は増税をして国の借金を減らしたいというところの本部に入って、一方で安倍さんはコロナで落ち込んだ経済を一刻も早く立て直さないといけない、そのためにはもっと国がお金を出して活性化しないといけない、そして経済が活性化すると税収が増えるので、そこで国の借金を返していくという路線の違いが生じております。なので岸田首相は参院選後に増税すると思います。なのでむちゃくちゃなんですよね。もうですね、がっちりと財務省が岸田首相を抑えているので身動きが取れなくなると思います。そして成長と分配を軸とした首相の経済政策、新しい資本主義に対しても、党内には成長と分配は安倍政権でも打ち出していた括弧重鎮との声が漏れるということで、確かに安倍さんは成長と分配という言葉を使っていて、それを岸田さんがパクって新しい資本主義という名前をつけたという経緯があります。そして岸田首相のおかしなところは、この吉田茂さんの吉田ドクトリンの中で言われてもいない軽武装経済重視というのを未だに引きずっていると。これいつの時代の話なんだということになります。今中国共産党が過去30年間で軍事費が42倍まで膨
れ上がっているのに、これでいくと何にも軍備を増強せずに経済重視でいくという思想なんですが、経済についても増税路線ですので、うまくいきそうないと。なのでですね、もうちょっと今まで経済も軍事も全く考えてこなかったんだなと、どうも付け焼き刃で宏池会の伝統を言ってるだけなんじゃないかなという気がします。さらに首相はかつて党の有志で作る選択的夫婦別氏制度を早期に実現する議員連盟の呼びかけ人になり、夫婦別姓に慎重な安倍氏とは隔たりがあった。首相と安倍氏の距離感が火種になれば今後の政局を左右しかねないということで、この夫婦別姓についてもおそらく岸田首相は何にも考えてこなかったんじゃないかなと。そして呼びかけ人にもなってしまって、総裁選の時に夫婦別姓について突然慎重になりましたので、もう空っぽの人なんだなという気がします。そしてこちらフラッシュの記事です。こちらフラッシュさんがですね、非常に100日を振り返ってまとめを作られてきております。やっぱりですね、これを見られると岸田首相が100日間で何をやってきたのか一目瞭然にわかると思います。これはですね、方針ブレブレ、八方美人、どうにもモヤモヤが止まらないとですね、上手にまとめてくださっております。ここにも書いてある通り、スピード感を持って山積する課題に一つ一つ決断を下し対応してきたと自己評価をされております。そして就任以降支持率は上昇しているが、 SNS での評価は微妙なものが多い。国民の人気取りに先のことは考えずに安易なばらまき政策、判断は早いように見えても詰めは甘く、方針はブレブレ、まだ評価するには早いものの、岸田政権は菅や安倍の時よりよっぽど無能な気がする。これはどっかのコメントなんでしょうね。そして岸田内閣は八方美人、ことなかれ先延ばし内閣。私はこの一言が全てを表していると思います。もう先延ばししまくっていると思います。そしてブレブレという言葉は岸田政権に対してしばしば使われる。今年最初の会見で、自ら一度物事を決めたとしても状況が変化したなら柔軟な対応する、こういったことも躊躇してはならないと語っていたが、その言葉通り政策はたびたび書き換えられてきたということで、以下具体的に見てみようとなってます。ということで見てみましょう。まずは分配なくして成長なしが、成長なくして分配なしにコロッと変わりました。これ一番ダメなんじゃないかと思うんですけど、これは何かと言いますと、2021年10月4日首相就任後初の会見では、分配なくして成長なしと経済政策に対する考えを強調。しかしその2日後ですよ、10月6日には松野官房長官が、成長と分配は車の両輪とトーンダウンしております。これ2日後ですよ、信じられないんですよね。なので最初に分配なくして成長なしと言ったのは世論対策ということが伺えます。そして岸田首相の特徴というのは、嫌なことを自分の口から言わずに他人に言わすというのが特徴です。なので2日後に松野官房長官が火消しに入ったということになります。でこの場合はですね、分配が先に来ると財務省が怒ると、財務省は分配したくないので車の両輪にしろという風になったんじゃないかなと想像ができます。そして10月11日の衆院本会議の答弁では、ついに岸田首相の口から、成長なくして分配なし、まず成長を目指すことは極めて重要であり、その実現に向けて全力で取り組みますと語られております。これもよくあるパターンなんですよ。まず自分が言って、そしてその後他の人が否定して、そしてなんで岸田さんの口から言わないんだということで、最後に岸田さんが否定に回るということで、なのでちょっとやり方が汚いんですよね。そして令和版所得倍増計画をと言いましたが、文字通りの所得倍増を指しているものではない。じゃあ何のために言ったんだよっていう話ですよね。
結局はですね、これも高知会の伝統の言葉なので、それをなぞっていったと。なので岸田首相は今までですね、あまり政策というのを考えたことがなかったということがわかると思います。ただですね、政策を立案してまとめる政調会長もやっているのに、今まで自分自身の言葉を作ってこなかったということがわかると思います。そして2021年9月の総裁選では、令和版所得倍増計画を打ち出し、国民生活の所得を引き上げることが私の公約と宣言した。しかし、10月の総裁選では公約を封印。当時の山際大志郎経済再生担当相は、文字通りの所得倍増を指しているものではないとの認識を示しました。これさっきのパターンと同じですよね。先ほどはですね、分配なくして成長なしと言ったのを松野官房長官がトーンダウン。そして総裁選で令和版所得倍増計画と言ったのを、10月の総裁選で山際大志郎氏が文字通りの所得倍増を指しているものではないということで、やっぱり他の人が打ち消していくと、このパターンが多いんですよね。そして続いて、ワクチン3回目接種をできる限り前倒しというのを全国民を対象にするのは困難とですね、これも変わったということです。このワクチンについては菅前首相が頑張ったので、その成果を岸田首相は受けておりましたが、今オミクロン株が流行ってきたので、今度は自分自身でやらないといけない。ですが、このワクチンの3回目接種については後手後手に回っているので、全国民を対象にできていないという現状が現れてきました。そして臨時国会が召集された12月6日所信表明演説の中で、新型コロナの変異株オミクロン株の世界的な広がりを受け、ワクチン3回目接種の前倒しを表明。しかし翌日には後藤厚労省から、全国民を対象にした前倒しは困難と軌道修正されたと。これもですね、違う人が打ち消したということになりますね。もうこのパターンだらけなんですよね。なので岸田首相というのは、自分自身の口で打ち消すと支持率を下げてしまうので、必ず違う人が打ち消すとということになっております。ですが皆さん、これ会社で言いますと、部下に汚い仕事をさせて上司である自分はずっといい顔をし続けている、そんな感じになっているんですよ。よく不満が出ませんよね。そしてまだあります。特別給付金10万円のうち5万円はクーポン、これ堂々と言っておりましたよね。それが皆さんご存知の通り、10万円の現金一括給付も選択肢ということになりました。そして18歳以下への10万円相当の給付について、当初は2021年内に5万円を現金で、残り5万円をクーポンで支給する方針だった。貯蓄に回ることを避け、消費を喚起するためとされたが、クーポン支給の事務費が967億円に上ることが発覚。さらにクーポンではなく、自治体独自の通販サイトで使えるポイント案も提示され、2点3点ぶりに世間から大きな批判が集まった。最終的に岸田首相は、年内現金一括給付の形を取ることを容認した。ということで、こういうことがあったのに、なぜ内閣支持率が下がらなかったのかというのは、これは現金一括の方が国民にとってはありがたいので、いい風に変わってくれたので、今回批判されても支持率は下がらなかったということになっております。そしてまだ続きます。オミクロン株濃厚接触者の受験は認めないというのを、別室受験などの機会を確保することに変わりました。これも記憶に新しいですよね。12月24日、文科省は大学入試をめぐり、オミクロン株の濃厚接触者は無症状でも受験を認めないとする方針を発表。受験生や保護者から不安の声が上がると、岸田首相は12月27日、受験生に不安が広がっていることは承知と語り、同日、一定条件を満たせば別室受験が可能となりました。そして柔軟な対応
といえば聞こえはいいが、繰り返される方針転換に国民が振り回されているのは間違いない。今後も朝令暮改を繰り返すようであれば、モヤモヤやイライラがたまるばかりだということになっております。ということで、まだあるんですが、とりあえずこれぐらいコロコロ変わっているということになります。そしてここには書いていないですが、この100日間岸田首相が一番国益を損ねていることがあります。それは何かと言いますと、こちら林芳正氏を外相にしたことです。これがですね、本当の話はオールドメディアで一切語られておりません。特に番記者の方というのはべったりいつもくっついて情報を得るようにしてます。なので本当は知っているんですが、記事にはできないというパターンが多いです。だからジャーナリストたちがそれを見つけて批判をしているんですが、テレビや新聞はそれを漏らすと出入り禁止になる可能性があるので言えないんですよ、という事情もありますので、なぜ林外相が問題なのか、国益を損ねているのか、これを今からご説明いたします。それはもう簡単な話なんですよ。もう誰でも見れる情報があります。それはこちらウィキペディアです。ウィキペディアに載ってる情報なんですよ。日中友好議員連盟、これの会長を林芳正氏がしており、外相に就任するので会長を辞めております。これですね、過去に所属、元役員、こちら林芳正元会長、外相就任に伴い辞職と書かれておりますね。そしてこの日中友好議連は、中国の対日政策に同調するばかりの組織であり、中国政府による人権侵害に抗議したことなどは一度もないと。これのトップを林芳正氏がずっとやっていたということです。ですが問題の本質はこれではありません。こちら、長年中国政府が対日政治工作機関として活用してきた組織であるとされ、米国政府はこれまでそのことへの警戒を表明してきたと、しっかりですね書かれておりますね。それがこれですね。これはですね、 JB プレスの古森氏が2021年11月18日に書かれた記事が出元です。こちらですね、林芳正外相が会長を辞任した日中友好議員連盟とは何か、中国共産党の息がかかる工作機関として米国が警戒でですね、戻りますと、その米国政府の警戒とは一体何なのかということなんですが、こちらです。先ほどの古森氏の記事が出元になってます。2019年に発表された米国防情報局（DIA） の報告は、中国共産党と中国人民解放軍が日本の対中世論や政策を中国側に有利に動かすために日中友好7団体を動かしていることを指摘しており、その7つの組織の一つとしてこの日中友好議員連盟の名前が挙げられているということで、もうですね、対日工作機関、これが日中友好議員連盟です。ちなみにこの役員、会長は小渕優子氏、そして副会長になんと共産党の志位委員長ですよ。自民党と共産党の人たちが役員してる。これだけ見てもおかしいですよね。この立憲の人たちならわかりますよ。なんでこの相反する政策を持った党の人たちが役員してるんだということになります。そして福島みずほ氏ですね。そしてこの立憲の近藤昭一氏というのは、もう中国共産党のテレビにバンバン出ている人です。そして驚いたことに甘利明氏もいます。そして出ました公明党の山口代表。もう中国共産党の代弁者ですよね。最近そのことを指摘しましたら、絶対違うとコメントされた方がいらっしゃいました。もうですね、現実を見てください。そして中国共産党の工作活動というのは、平和ボケしている日本人では伺い知れないぐらいすごい工作活動をされております。なのでそれも学んでください。もう日本人というのは平和ボケしすぎなんですよ。で、話は戻りますと、これだけアメリカが警戒を表明してきている、そして対日工作機関として
もうこのインテリジェンスの機関が表明しているんですよ。その会長をやっていた林芳正氏を岸田昭和外務大臣にしてしまったんですよ。だから未だにあのバイデン大統領とアポイントが取れない、日米首脳会談が対面で行われない、これは林外相が原因だそうです。そりゃそうですよね。この人がいたら全部中国に情報ダダ漏れになると思われても仕方ないですよ。そして極めつけはですね、こちら青山茂春氏の僕らの国会というチャンネルです。で、これのですね、この264回、岸田総理バイデン大統領はなぜ会わないのかというこの動画の中で語られておりましたが、アメリカのインテリジェンスで林外相と中国共産党の重大な情報を一つ掴んでいるそうです。それが原因となって岸田首相はバイデン大統領と会ってもらえないということになっているそうです。で、こちらのチャンネルは説明欄にリンクを貼っておきますので、まだ見られてない方はご覧になってみられてください。ということで、こちら文春オンラインの記事なんですが、政治記者123人が選んだ次の総理ポスト岸田は林外相を選んでいるんですよ。この政治記者ですよ、123人、とんでもないですよね。こちらですね、文春の編集部はポスト岸田について政治経済分野の記者ジャーナリスト123名にアンケート取材を行った、そして日本の政治記者はざっと500名いると言われる NHK 約60名をはじめ、大手紙、民放、地方紙に所属する記者らが首相官邸、国会、政党、中央省庁をフィールドに日夜取材を行う。彼らは与野党幹部や政府高官の動静をつぶさに観察し、時に飲食などプライベートも共にして政治家の人品骨柄に触れる機会も少なくない。次の総理候補を挙げてもらうには最適の立場にあるということで、こんなこと書いておりますが、その結果がですね、1、次の総理にふさわしい政治家ということで、岸田派ナンバー2である林芳正氏が31票集めてトップになったと。そして若手からベテラン記者まで幅広く票を集めたということで、いかにですね、日本にいるこの政治記者ですね、特にべったりとくっついている政治記者がいかに正しいことを言ってるかどうかというのがわかると思います。これをもとにテレビや新聞で報道しているんですよ。その結果がですね、次の総理は林外相ということをこの政治記者らは言ってるということです。もうとんでもないですよね。だから岸田首相がなぜバイデン大統領と会えないんだ、会えないどころかアポイントすら取れない。で、これはですね、こちらザクザク夕刊フジの記事です。歴代首相は2ヶ月ほどで日米首脳会談を実施している、なのに会えないと。でですね、こういったことを大手メディアは報道できないんですよ。なので皆さん、本当のことを知るようにしてくださいね。ということで、岸田首相就任100日を経過して一番国益を損ねているのは、林芳正氏を外相に据えてアメリカから信頼を失った、そして日米首脳会談もできない、これが一番国益を損ねております。それを皆さん知っておいてください。で、もうですね、現在参院議員である青山茂春氏が林芳正氏に原因があるとはっきりと言っておりますので、これはもう一時ソースとなります。どんなに否定しても現職の議員が言ってしまってるので否定はもうできません。なので皆さん、本当の情報に触れるように気をつけておきましょう。そして今後大手メディアが岸田首相に対して批判をしていけるかどうか、そちらに注目をしていきましょう。ということで、またこういった情報がありましたら動画をアップしていきますので、チャンネル登録と通知ボタンをよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。